ニャーハロー、たまこまはアニメリアク職人浜です。はい、現在4月3日日曜日の午前1時48分になるとしますね。はい、先ほど母にね、布団に入りました。さあ、先ほどですね、群青のファンファーレ1話見終えて、さあ、こっからは待ってました。ちょっと1ヶ月前に見たんですけどね、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会2期1話ですね。 YouTube で見ていることを思いますけども、9分49秒のところからスタートです、 YouTube のね。はい、第一ご紹介、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングをして、ハーモニカンそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。普段は主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてるんですけども、現在コロナの影響でほとんどの仕事を奪われ、なんと2週間前まで87連休、そして現在は26連休確定の今12連休目となってます。ありえないですね。はい、まあそんなね、もうメンタルツタボロですね。仕事はないわ、収入はないので、そんな中でもアニメリアクション休むことなく、今で2年6日やってきまして、ただ去年の8月18日より以前、1年5ヶ月分の動画を失い、ウマ娘の動画が消えたことでね、この4、5ヶ月ずっと2桁再生、なんとチャンネル登録者数も全く伸びず、冬アニメやればやるほど結果が悪くなっていくというね、もうズタボロなんですけどもね、なんとか気合と根性でね、振り絞って活動を続けてます。ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあるんで、ぜひ見てやってください。で、過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに作品別にまとめてます。はい、こんな状況じゃないとできないんで、僕は世界一ハンデがあるね、アニメリアクターと思ってます。はい、今年の9月頃にでかい発表があると思うんでね、ぜひともお楽しみに。では、いきます。スクールアイドル同好会、日記1は YouTube です。3、2、1、スタート。楽しみやわ。途中で広告入ってこうへんかな。エマベルデやね、エマベルデ、浅香かりん、エマベルデやね。ん、これオープニングかな。カスカスやね、中洲かすみやね。そういう PV か。大阪は静かやね。リライね、天の文字リライね。いやー、始まったねー。来たわよ、日本。その新キャラかな。外国人。
何も。あ、CM 入ってるやん、普通に。普通に CM 入ってるわ。バンダイナムコ。なるほど。普通にこういう CM が入った動画なんやね、YouTube やと。バンダイナムコ。YouTube の間に CM 入ってくるかと思ったら、動画にそのまま CM が組み込まれてるとはね。あ、鬼頭あかりさんや。あれ、鬼頭あかりさん、この絵かなたか。新しいときめき。音楽に転換しちゃったな、そういや。これはニッコニッコニーのパターンかな。しおり子。あ、ライブできへんのか。オープンキャンパスがこれ時系列って言ったら2学期ぐらいかな。
これ中学生か。ランジュ。ラグランジュポイントっていうゲーム昔あったな。お、ランジュ。これは誰や？ タンクーク的な、はい、CM ですね。ランジュっつったか。ちょっとまあ2話以降はあれですね、D アニメを待つかちょっと考えます。おお、これ何やこれ。あ、そんなんあんの？ラブライズ部総合マガジンなんじゃん。ヨハネおった、ヨハネがおったよ。エマベルでスイスからやもんね。駄菓子どこか気になるな。流しそうめんどこか。出た。塩売子とランジョは幼なじみなんや。2年生か、リボンの色からしたら。
いやー、こういう若い世代にこう憧れられるっていうのはいいよね。プロデューサーもね。意味深やな。いらん映像入ってんちゃう、これ。なんかハプニングありそうやな、これ。刹那の中入ってたりせへん、バレたりせへんかな。やっぱ「ラブライブ!」はこうでないとね。お、歌うんかな。ミア誰かに似てるな。いつ着替えてん？中国人の人かな？マイクなし？
演出すごいな。これミアが作った曲、これ。いい感じのステージだったね、あそこ。かっこいいやん。超ランジュ。え？お？そのファンが。こうして。おもろい点からできたやん。なかなか強烈な新キャラ来たね。超ランジュの声優さん、日本人？仲良くなってるな、これやと。
スイパ通り。これも死んでるか。これどこまでや、どこまでや。ちょっととりあえずYouTube なんで、これどこまでや。次回よくわかりますよね。CM が大体1分ぐらいあるのかな、これ。あ、時間かかった。重なる色。ちょっと YouTube とこの CM が入ってるのがちょっとあれやな。なるほど。ちょっと、まあ、今後の配信サイト、まあ、調べて、まあ、D アニメストアにも上がるはずなので、ちょっとどれぐらいの差があるか次第には、ちょっとそっちにします。ちょっと CM 長いわ、これ。で、まあ、もちろんリアルタイムに一番近いんですけどね。もしくは、ビデオ、ビデオ、レコーダーでね、自分でも録画してるんで、そっちで、まあ、チャプター分けしてやっていくか、まあ、どっちかにしていこうかなと思います。ちょっとさすがに長かったな、これは。はい、ということで、まあ、なんかね、僕は、3月の7、8、9の 3日間で確か虹ヶ崎見たので、まあ、大体4週間経ってないか、まあ、3週間ちょっとぐらいですね。まあ、スクールアイドルフェスティバル第2回開催というところからスタートして、やってきたのが超乱中ね。で、なんだっけ、しおり子だっけ。ちょっとキャストもう一回見たら、キャスト欄が早すぎて、はい、三船しおり子、小泉萌香さん、初めて聞くな。宮テイラ、内田、なんて読めんのこれ、シューかな。で、超乱獣、宝本明菜さんっていうのが、むちゃくちゃ中国語うまいな。で、生徒会副会長、杉山里穂さん。まあ、この辺は全然、あゆみさんおるやん、生徒会。一ノ瀬香菜さんもいたのね。はい。あ、杉浦日和さんいるやないか。剣崎リリカですね。リズとアオジョニの、まあ、まあ、それは置いといて。で、まずオープンキャンパスに向けて、まあ、映像作り、編集を、まあ、リナと、しずくかなやってた。が2人がやってたと。で、まあ、他のみんなはこうオープンキャンパスにね、向けて、まあ、準備をしていく中で、どうやら、ユーは音楽家に転化して赤点取ったのね。ちょっと一気はね、自分の感想で振り返りしてなかったんで、ちょっとまた後に、後で振り返りたいと思いますけども、まあ、とりあえずこの超乱獣が一体どういう風にかき回してくれるかよね。そのユーに対して、なんつったっけ、なんかね、ファンに支えてもらわないとパフォーマンスができないアイドルなんて情けないと、まあ、なかなか強烈な一言をかましていきましたけど、なんかそれに対してみんながその、カスカス怒ってたけど、なんかね、愛とかは面白くなってきたじゃないということで、まあ、どえらい宣戦布告を超乱獣にかまされたかなと。あと、ミア・テイラーが、どういう役割なんやろな。あれはスクールアイドル別になろうとしてなかったし、そして最後に出てきた2人、あれは誰と誰？キャスト欄に載ってないよな、多分。誰やったの、あれ。まあ、2話で明らかになるのかな。本泉玲奈さんもいたのね。はい、ということで、まあ、新キャラ登場で果たしてどうなるか。で、オープンキャンパスで使わない方の映像流れたらめっちゃおもろかったな。
で、あざ、ね、あの、カリンが、これはこれでいいじゃない、言うた瞬間、自分の恥ずかしいところが出て、はい、止めて、おもろかった。で、まあ、相変わらずね、この長男寺のライブシーンもそうですけど、やっぱライブシーンが綺麗ね。なんか、凄まじかったですね。まあ、ただ、その、しおり子と、ね、ランジュって、どういう、幼なじみやけど、どういう関係なんかな、思って、日本と、台湾っつったかな。どっちかが台湾に引っ越したってことかな？長蘭寺が引っ越したのか。まあ分かりませんけど。まあその辺も今後明らかになっていくんでしょう。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。まあちょっと YouTube でこんなに CM が、たっぷり入ってると思わなかったんで、長い動画になってしまいました。まあちょっと2話以降は、また考えます。失礼しました。はい。ということで、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、2期1話でした。よかったらチャンネル登録や高評価をぜひともお願いします。はい、まあ冒頭にも言ったようにね、今ほんまに仕事も収入もなく、メンタルずったものの中でね、アニメリアクションもやればやるほどほんまにあかんかったので、まあとりあえず過去アニメのリアクションは、4月1日のね、深夜で一旦終了となりましたんでね、ここからは春アニメでなんとか、まあ引き続き頑張っていこうと思いますんでね、この動画で僕を初めて知っていただいた方も、前々から応援していただいている方もぜひですね、よろしくお願いいたします。まあ僕はもう世界一過酷なアニメリアクターなのでできます。こんなことしないとできないんでね。はい。まあ、間違いなく、他の、とか普通のアニメリアクターはしなくていい苦労をむちゃくちゃしてきたんでね、この2年間で。うん、まあ、それでも今のところ報われてないってことですけどね、まあ、負けずにやっていきたいと思います。ただね、ジャグリング、マジシャン、パフォーマー、僕の本業これなんで、こっちの動画を見てほしいんですね。なので、再生リストのね、パフォーマンス、ジャグリング、雑談ってとこをピッと押していただいて、なんか1個でもいいんで動画見てみてください。そしていつの日かね、僕のショー、ぜひとも皆様生で見に来て、いただければなと思います。それが僕の願いです。なので、ぜひ僕の細かいデータ、説明文にね、一応まとめてありますんで、ぜひ見てやってください。そして9月の発表、まあまあ驚くと思いますんでね、お楽しみに。はい、以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田社、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。